新型コロナの後遺症に悩む男性です。男性は2回目のワクチン接種からおよそ2ヶ月後に感染、2週間ほどのホテル療養を終え、テレワークで職場復帰した数日後、体調の変化を感じたといいます。1週間も経たないぐらいですかね。体が重たくなって、長いのも背負っているような感じで、床になんかこう押し付けられるようなくらいの重たさがありまして、でソファにも座っていられない状態になって、結局もうほとんどが寝てばかりという感じでした。男性に重くのしかかる新型コロナの後遺症、倦怠感は数ヶ月続き、5ヶ月近く経った今も体調が元に戻らないと話します。日によっていい時悪い時というのがありまして、でちょっと調子になって体を動かすとぶり返したりとか、症状もそんなにひどくなかったんですよね。逆に後遺症の方がひどくてですね、まさかこうなるとはっていうのが想像もつきませんでした。さらにもう一つの心配は周りの目だったといいます。怠けてるんじゃないかとか、思い過ごしじゃないのとか、そんなことを思われてる方もいるというのをよく見ているので、だから自分ももしかするとそういうふうに思われてるのかなと思う、ちょっとなんか心配になってきますね。後遺症を治療する札幌市内のクリニックです。症状を和らげるための漢方薬などを処方していますが、まだ根本的な治療方法は分かっていないのが現状です。結局コロナの場合、その症状が出る原因自体が全く分かんないので、原因療法はまずないんですよね。コロナは今まで私が経験している医学の知識では説明つかない病態だっていうのは間違いないなと思います。それだけに後遺症も含めて治療法がないというか、手探りな状態ですよね。そして藤本医師は、治療だけでなく後遺症に悩む患者の心のケアと周囲の理解が必要だと指摘します。自覚症状なので、旗から見て分かりにくいところ、数字に出ないんですよね。だるさだとか、頭が痛い、痛みだとかっていうのは、自分がかかってそうなることもあるかもしれないので、そこはやっぱり優しい目でフォローしてあげてほしいなと思いますね。札幌市内では現在345箇所の医療機関で後遺症の対応に当たっていますが、中には WHO が示した症状改善のガイドブックを和訳し治療に生かす医師もいます。嗅覚障害は自分の好みの匂いで、何種類かの匂いを朝晩嗅ぐというふうにして、匂いを自分の記憶と一致させる。記憶のやっぱり心配な方は、日記を書いたりメモを書くということをお勧めしています。ちょっとずつ段階的に体 の機能を元に戻していくということをできるだけ詳しく説明しています。道内に初の感染者が確認されて2年半余り、新型コロナとの終わりの見えない戦いが続いています。